This is Radio Thailand World Service. Broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は1月17日月曜日です。ラジオお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。豚肉の価格高騰問題で業者は豚肉の輸入を政府に要請しています。バンクーワクチン接種センターに長蛇の列ができています。トランスポート社は全国的な営業停止の噂を否定しています。韓国の学生が対面式授業再開に先立ちコロナ検査を受けました。それではまず初めのニュースです。豚肉の価格高騰問題で業者は豚肉の輸入を政府に要請しています。飼料の値上がりなどで採算割れに陥った養豚農家が養豚から手を引いたことなどで豚肉の供給量が減少し、豚肉価格が高騰して問題となっていますが、豚肉販売業者は現在消費者と販売業者の両方に影響を与えているとして政府に豚肉を輸入するよう求めています。韓国のクエクアン市場の豚肉販売業者は、政府が介入しなければ市場の豚肉の平均価格がキロ当たり300バーツまでに達するかもしれないと懸念を表明しています。価格高騰により常連客の注文が減り、すでに売り上げに影響が出ていると語っています。ある業者は状況を緩和するために豚肉の輸入を開始するよう政府に要請しています。市場に来た客の話では、価格高騰のために豚肉を買い控えていると述べています。商務省国内取引局の渡辺サッ局長によりますと、国内の豚と冷凍豚肉の数の調査が開始されました。当局が次の行動を決定するため、豚肉の在庫を調査するチームを派遣されています。豚肉のタイからの輸出は4月5日まで停止され、養豚業者、流通業者、食品冷凍施設運営者は週単位で在庫数を報告することが求められています。一方、政府のタラコ報道官は10日現在、タイでアフリカ豚熱が発生しているとの噂を否定しました。アフリカ豚熱が発生した場合、タイ当局は世界動物衛生機関に報告しなければならず、そのような発生を世界に隠すようなことは決してしないと主張しました。農業省畜産開発局は疑わしい事例がないか注意深く監視し、またアフリカ豚熱の国内侵入を防ぐための対策を準備しています。トラウッド局長は、豚肉価格は値上がり前のレベルまで下がるのに8ヶ月から1年ほどかかるとの見通しを明らかにしています。豚肉価格は1ヶ月ほど前まではキロ当たり150バーツ余りでしたが、今では210バーツから230バーツほどに値上がりしています。次のニュースです。バンクーワクチン接種センターに長蛇の列ができています。バンコクのバンクー中央駅構内に設置されている中央ワクチン接種センターで、コロナワクチンの追加接種、ブースター接種を受けるため長蛇の列が作られています。早めに登録した人たちが予約日にセンターを訪れ、スタッフやボランティアが混雑しないよう活動しています。新型コロナの変異株オミクロンの感染が拡大していることと、各携帯電話会社を通じ容易に予約ができるため多くの人が訪れています。
接種を受ける人へは同意書への記入、接種の手順、接種後の観察時間待機まで細かい説明が行われています。接種に来た人の話では、予約登録は難しくなかったが、携帯電話会社を通じて割り当てられた予約の枠がすぐに埋まってしまったと述べています。サービスは適切で、これまで受けた2回の接種と同じ流れだったと語っています。オミクロンの感染拡大についてはある程度懸念しているが、接種後に感染しても深刻な症状にはならないと思うと述べています。元州中央駅でのワクチン接種を希望する人は、 HIS、リタック、スルー、NT の携帯電話会社のウェブサイトから申し込むことができます。接種は4月8日までの平日で、1万5000回のワクチンが準備されています。ブースター接種できるのは2回目のワクチン接種から3ヶ月以上経過していなければなりません。ウォークインでの接種は受け付けていません。野党プアタイ党のミララッツスポークスマンは、政府に対して12歳以下の子どもへのワクチンを迅速に調達することと、コロナ患者を受け入れる医療施設を増やすことなどを要請しています。政府は来月2月からファイザー社のワクチンを使って、5歳から11歳の子どもたちにもワクチン接種を開始する予定です。次のニュースです。トランスポート社は全国的な営業停止の噂を否定しています。長距離バスを運行しているトランスポート社のサンヤラック社長が、トランスポート社が全路線で運休をするというネット上の噂に対して、これを全面的に否定しました。サンヤラック社長はこの噂を否定するとともに、メディアに対し、一般市民の間に混乱と誤解を招くような誤った情報を流さないよう要請しました。トランスポート社は現在証拠を集めており、虚偽のニュースを広めた者に対して法的措置を取る方針です。また偽のニュースを見つけた場合、トランスポート社のウェブサイト、もしくは Facebook のファンページ、またはコールセンターに通報するよう一般市民に協力を求めています。次のニュースです。韓国の学生が対面式授業再開に先立ち、コロナ検査を受けました。新型コロナの感染拡大を抑えるため、年明けからオンライン授業を行っていた全国の学校で、今週から対面式授業を再開するにあたり、先週生徒たちに対しコロナ検査が実施されました。韓国の新社制定校の日本の中学3年生から高校3年生にあたる、マトヨム4年生から6年生の生徒たちへ、14日、抗原検査キットを使ったコロナ検査が実施されました。抗原検査は、同校の生徒、教員、スタッフ2312人を対象に実施されました。マトヨム1年生から3年生の生徒と教員は、その前日となる13日にすでに検査が実施されています。パッド校長代理は、1月17日から対面式授業を確実に再開できるよう抗原検査が行われたと説明しています。抗原検査で陽性者が出た場合、 PCR 検査ができるよう学校側は病院への搬送を準備しています。スパット校長代理は、対面式授業再開時にコロナに感染するリスクを減らすのに役立つと考え、生徒たちは皆今回の抗原検査に賛成してくれたと語っています。生徒たちは学校から出された予防策に加え、現在行われている公衆衛生対策にも納得していると述べています。スパット校長代理は、今回陽性者がいなかったため安心して授業が再開できたが、しばらくは対面式授業は週に一度交代で実施する予定だとしています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。豚肉の価格高騰問題で業者は豚肉の輸入を政府に要請しています。万数ワクチン接種センターに長蛇の列ができています。トランスポート社は全国的な営業停止の噂を否定しています。万国の学生が対面式授業再開に先立ち、コロナ検査を受けました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。
Broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.